はい、皆さん、こんばんは、バイスの竹です。本日も始まりましたバイスチャンネルは、ハイブルラン2018の、第2部ということで、大人気企画の、チョッパイントロダクション、こちらの方を、店長が、全部で130台の中から選んだ3台、こちらの3台を、今日はバンバンバンみたいな感じで、お届けしていくので、皆様要チェックでお願いします。それではスタート。7月14日、ハイブルー当日です。今日170台ぐらいバイク来てくれたのかな。その中で僕の個人的好みの3台選んで紹介したいと思います。じゃあ一発目はこのバイクいきます。これハムゼンブロスの公平くんが乗ってる、違う、フィリーズの公平くんの乗ってるバイクです。ちょっと待ってくださいね。バイスチャンネル公平くんです。フィリーズの公平くんです。石川から今日はこいつで走ってきてくれました。これ何年の？58年だよ。もう結構長く乗ってるんだって。もう本当数ヶ月しかもフロントフォークこれ交換したやつだって前だって14インチオーバーがなんかついてて、14インチ、18インチオーバーぐらいだよね、うん、なんか普通の長さに戻ったけど長いの。はい、今日はまあこのバイク、このタンクがすごいよ。このタンクが何これ、なんか何これ、めくったらキャップも超でかい、Z って書いてあるんですね。 Z? これ多分ツーストの、これをタンクで、このキャップのでかいタンクをハイマウントしたことがするよね。そうですねめちゃめちゃすごいよね。これ塗装はもともとそうなんだ。僕シートもシートもフロントフォークの長さ以外全部もともとじゃないこれ、うん、すごいよね。石川のイメージでさ、チョッパーってあんまないけど、小林くんもともとアイアンってやつもすげえチョッパーだもん、ね、あんま変わらないやつ。これもこの方ってつけないよ。そうですね。でなんかこの謎なキャップボルトで全部死んじゃってんすよ。あ、そうなの。これ全部カバーする。カバー、これとか全部細かい人だね、一応は。リンカートなんだね。はい、今日もだって片道行く何キロぐらい、ここまで片道、多分トータル350とか。はぁ、350キロじゃ普通に乗ってきたもんね。あります、ね、まだ数ヶ月しか乗ってないのに。ヒュエルホースも当時からベロンベロンだけど、溶けるんじゃない。意外といいですよ。あ、そう意外と。これダブルクランプとか謎ですごい。謎ですよね。そういう先人、ここもすごい、面白い、はい、なるほどね。と CC もだいぶ長いし、だいぶ長い。このハガキがポイントなんでしょうか。このハガキはおかまなの。ハガキがこのハガキがポイントポイントはそれなんか何気にこれも、何これシール、何気にこれ多分ナックルフレームなんですよ。フレームがナックルなの。このブラケットやったら多分フィッシュボーンしかわかんない。あ、そうなんだ。実はナックルフレームっていう噂が。しかもここのビックリマシールみたいな、なんかここはすごいよ、ビックリマシールみたいな。なんでキラキラしてるもん。なんかちょいちょいとなんか不思議なものがあるね。そうなんだ。これとかもさ、先とこうやってるの初めて見たよ。変わったチョッパーだね。チョッパーだね。ちゃんとロボボルトです。あ、そのまんま。だってこのボルトも作ったのね。そうですね。だこれもすごいよ。作ってメッキかけてあるんですね。いちいち細かいね、これもね。これとかこれが。なんか、斬新なチョッパーですね。はい。まあそんな感じで今日は、1台目まず、浩平くんのチョッパーを紹介させてもらいました。まず1台目。はい、じゃあとりあえず、今日1日楽しんでください。酔っ払わせていただきます。どうぞ。カラクリいっぱい立ってます。とりあえずじゃあ。
様、ご視聴ありがとうございました。1代目、金沢の、ウィリーズ石川、浩平さんですねの、チョッパーを紹介させていただきました。続いては、東北仙台のスネークさん、どうぞ。